えー、9月28日ですね。土曜日になりましたけども、ちょっとだけ相場の解説をしておきましょう。昨日までの時点では、まあ左右対称っていうのがね、そのまま、あのー、当て余ったんですよ。で、この左右対称っていうのはまたね、窓みたいにオカルトみたいなもんで、私一人がそう考えてるだけかもしれません。こういう風にですね、線を引くと、 こっちがこういうふうにね、左右対称に見えて、なだらかに折りながらのところも左右対称に見えて、まあ壁ができたような上がり方も左右対称に見えて、で、こういうふうに下がってるところも左右対称に見えますよね。だから、ここが上がるんではないかな、左右対称でっていうふうに考えて、 えー、こちらの方で取ったよといいうことでございますその後左右対称説を信じるなら横に行ってるからここも横に行くはずだよねと思ったら横に行かずに下う下降りましたよねまあでも概ね左右対称ってのがあたまに出てくるんですよこうやってこれもここまで左右対称ゾーンねだからこれあれ左右対称じゃないかなって気づいたらあ結構ねそれもまあ私のね、えー、経験則の中からの法則として使わせていただいてます 以前 N 波動みたいなお話しましたけども、あれもね N 波動っていうのがあるってことを知らずに、こうなんじゃないかなと私が考えて、まあ、使ってるわけなんですよ、まあ、そしたらね N 波動っていうのが結構あるみたいなんで、あなるほど、気づくことっていうのは、昔から気づいてる人も、今私が自分の、ね、経験の中で気づくことも重なるものがあるんだなっていうふうに考えるんですよ、そうなるとやっぱりね、過去の事例からいくつものパターンを統計化してくれたあ学習っていうのはすごく大事だなと、暗記っていうのは大事だなってことが分かります。 今回の左右対称にしても N 波動にしてもその暗記をしてればできる問題なんですよね。で今回私は経験の,のから左右対称を導き出しましたんで何回も失敗コストをかけましたけども、まあ、今回こうやってね使えたんでちゃんと理覚できたでしょって話なんですよ。さあちょっとこれを閉じてですね4時間を見てみましょう。今1時間見たとこだったんですけど4時間を見るとどうなってるかというと左右対称ゾーンがやっぱりありますね。ここにねこんな感じで。うん で左右対称になったんで、どうなるか、下がって上がるよっていう波ですから、そうすると、左右対称を信じるんだったら、こういう風に降りていくのかなっていう考え方も慣れてはしますよね、うん。ということで、えーと、来週から始まる、まあ来週から始まっても30日だけしか今月ないですけども、10月からはですね、ちょっと売り目線で見てみようかなと思うんですよ。今の時点ではですよ、週が明けて30日になったら考え変わるかもしれませんけども、ちょっと売り目線で見てみようかなと思います。 リアルタイムチャートの1時間を出してみましょうか。うん。なるほどね。こういうふうにグッと下がってるんですね。はい、以上な感じです。本日もありがとうございました。